剣竜帝の鎧従前武功は、真の第六代皇帝、剣竜帝が18世紀後半に行った十の地域への対外遠征である。これにより、真の藩とは最大規模に広がり、ラオスタイまで長考するようになった。剣竜帝はこれらの遠征をすべて勝ったとして誇り、自らを従前老人と称したが、最域では大きな苦戦もあり、越南、ビルマなど、 軍事的には大敗北を喫したものもあった。また、内族の反乱や白蓮教徒の乱などが起こった。18世紀における、真の領土金側に住む、チベット系のギャロンの構争に創始国として介入。ゴルカ朝とチベットとの紛争に、チベット側の創始国として介入、ネパールを朝工国とする。30年代に、ビルマのコンバウン王朝に内乱が起こると、 権立帝はこれに介入して、建三34年にビルマを朝工国とした。西山町の勃興により後霊朝を起こし、帝市政権、元史政権が倒れると、権立帝は後霊朝に肩入れし軍事介入を行うが失敗。後、霊朝の小党三角に代わり西山朝の高中帝を安南国王に封じることにより終結。ありがとうございます。